J リーグ歴代最多得点、それに加えてリーグ優勝、得点王、最優秀選手、ベストイレブン、数えきれないほどのタイトルを獲得してきた彼はまさに日本のサッカー史に語り継がれるストライカーになりました。今日はそんな彼の原点であるジュニア時代を紐解いていきます。皆さんこんにちは、トゥービーストロンガーアスリートナビゲーターの田中大輝です。この動画ではトップアスリートのジュニア時代についてご本人の経験やそして感じてきたことなどをインタビューしてまいります。早速今回お話をしていただくトップアスリートをご紹介いたします。今回はこちらの方です。元プロサッカー選手の佐藤久人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう佐藤選手って呼べないんですよね。そうですね。現役生活お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。いかがですか、ちょっと時間が経ちましたけれど。子供の頃がサッカーをやってきて、常にサッカーボールを蹴られる場所がありましたし、昨シーズンで引退したことで気軽にボールを蹴る場所がなくなってしまったので、気軽にそういった意味では少しこう寂しさを感じます。はい、J リーガー何年やられました？プロとしては21年です、ね、21年。はい、どうですか、意外と振り返ってみると覚えてるもんですか？そうですね、ほとんどのシーン覚えてますね。佐藤君は、高校以降のことは結構聞かれてきたかな、はい、ユースとか聞かれてきたかなと思いますけど、はい、うん、意外と小中高生幼少期ってあんまり喋ったことないじゃないですか。そうですね、やはりこうプロになる近い時代の頃はよく喋りますけど、なかなか掘り下げて昔のことまでっていうのはそんなに多くないので、はい、意外と新鮮ですよね。そうですね、どういった幼少期を過ごしてきたかっていうのをちょっとでもお話しできればなと思います。はい、ぜひ。はい、佐藤ツインズがサッカー始めたきっかけは何だったんですか？父は野球を、そうなんですか、はい、昔からやっていて、それこそ本当に多分社会人ぐらいで遊びの延長線上で野球もやってたぐらいだったので、多分本当は野球をやらせたかったと思うんですけど、双子でこう例えばバット、はい、グローブ、はい、なんかいろいろ買わなきゃいけないっていうのもあると思うんで、はい、双子でボール1個与えておけば2人で遊べるっていうので多分サッカーを。じゃあ漫画のタッチの方で行かなかったんですね。そうですね、やっぱり気軽に双子で遊べるっていう部分でサッカーボールを両親がプレゼントしてくれて、周りと一緒に最初本当に公園で遊びながら2人でボールを蹴ったっていうところからスタートしました。チームに入ったのは何歳の時、覚えてますか？はい、チームに入ったのは小学校1年生の時に。あ、1年生。はい、埼玉の春日部の地元のクラブに、はい、入りました。これ兄と弟、ツインズで兄弟で、ポジションは違ったんですか？もう最初の方から僕がやっぱり性格的にも目立ちたいっていうのがあったので、前の方で点を取って喜ぶみたいな。で、兄はどちらかというとその少しこう下がり目の位置というか、今はそんなことないんですけど、昔はすごい人見知りで。ああ、そうですか。はい、いい意味で性格違いますよね。そうですね、はい、今も違いますか？今も違うと思います。はい、サッカーを始めて、もう夢中になっていくきっかけになったこととか、もうこれサッカー続けていこうと思ったシーンってありますか？いや、もうやっぱり一番は小学校6年生の頃に J リーグがスタートして、プロっていうのがなかった時代で、プロがスタートして、すごいこうサッカーっていうのが、世間的にも認知されてきましたし、何より93年の5月15日の国立競技場の風景っていうのは、はい、本当に子供ながらに夢を与えてもらったシーンですし、あれを見て自分も、J リーガーになりたいっていうのも思いましたね。あ、そうですか。はい、じゃあもう小学校高学年でスイッチが入った感じ。はい、そうですね、それまでは漠然とサッカーをやってたっていうような感じだったので、どういうふうな小学校の時の生活を送ってました？学校帰ってきてもうすぐサッカーボール蹴りに行ってとか。いや、もう遊びもサッカーでしたね。本当に学校が帰ってきたらすぐ友達と公園に行ってサッカーをして遊んで、その遊びが終わったら練習に行ってっていう感じだったので、また友達と遊べない時でも双子の兄と一緒に2人で家の裏のなんかゴミ置き場の前で、はい、ゴミ置き場をゴールに見立てて、なるほど、はい、やってました。で、土日はチームに行って練習して、はい、平日はもう自分たちで。平日も結構練習はチームでしてました、ね、じゃあもう完全サッカー漬け。完全サッカー漬けでしたね。その地元の幼稚園が母体のクラブだったんですけど、自前の練習場もありまして、照明もあったので、はい、普通に夜に
9時ぐらいまで練習する、あのそういう環境だったので小学校高学年でも9時ぐらいまで。そうですね、はい、それがすごいいい環境であのサッカーと向き合える時間が多かったですね。じゃ あんまり家にいなかった。あんまり家にはいなかったです、はい、でそこから、まあ、埼玉からジェフに行こうと思ったきっかけは何だったんですか。まあ、当時はまだその中学生でサッカーをやるかって言ったらほとんどが、まあ、中学校の部活でやるっていうのが選択肢の一つだったんですけど、はいはい、まあ、ちょうど93年の頃に J リーグがスタートしたっていうのもあって、まあ、父があのよりこうしっかりとした指導をやっぱり子どもたちに受けさせたいというふうに思ってくれて、まあ、ただ埼玉だったので千葉にあるジェフ市原の練習場が当時浦安市にあったのでそこにまあ通うのはちょっと難しいというのもあって、はいはいはい、まあ、本来であれば12月ぐらいに一般のこうセレクションみたいなのがあったんですけど、はい、それだと間に合わないってことで父が春ぐらいにもう一方的に電話して、はい、ちょっと息子を見てくれないかみたいな。息子2人を。そうです。はあ、でももちろん最初は多分断られたと思うんですけど多分 2,3 度しつこく電話入れたみたいで、まあ、それでまあしつこかったのもあって、まあ、じゃあちょっと見てみましょうっていう形で本当に運よくそういう機会を作ってくれて、まあ、それで自分たちも、まあ、6年生だけじゃなくてまあ、中学校1年生2年生も含めて10人ぐらいいてちょっと5対5のゲームをやってそれをまあ見てもらえるっていう機会だったんですけど、まあそこでまあ僕が運よく合格いただいて。そうなんですか。ただ兄は不合格っていう、まあすごい複雑な形で、はい、家に帰りました。へえ。じゃあお父さんはその時兄と弟どういうふうに言ってたんですか。多分2人とも特にあの兄の方がその当時の埼玉の春日部市の選抜も入ってましたし僕はそこには入れなかったので多分兄の方が多分実力的には上っていう合格する確率高い。そうですね。そしたら弟の方が受かっちゃったみたいな何か逆に落ちたからどうしようっていうどうしようっていう思いで多分一緒にこう家まで帰ったのかなと思いますしでまたその12月に一般のセレクションを兄が受けてさすがにそこでは受かるかなと思ったんですけど、まあ、そこでも落ちてへただもう僕が受かってるんで次の進路を決めなきゃいけないっていうので、まあ、当時埼玉の春日部市でラーメン屋を営んでいたんですけど。ああ実家がですか。はい、まあ、そこを閉めてへ、まあ、千葉に引っ越すっていう決断をしてくれました。じゃあもうお父さんの相当なサポートがあって、はい、今に至るわけですか。いやそうですねなかなかできない決断ですよね。自分が親になったらなかなか難しいです。い無理です、はい、へえ、はい、このチャンネル見てくれている子どもたちもやっぱりサッカーやってる子が多くてですね、はい、まあ、ユースチーム入りたい、うん、でも入れないかもしれない、うん、中学校の部活行くのか、うん、その後高校選手権目指すのか、うん、いろんなこう考え方があると思うんですけど、はい、アドバイスを送るとしたらどんなことをお伝えしたいですか。本当にこう学ぶ意欲をどれだけ持てるかっていうところだと思いますし、まあ、僕らはその幼少期の頃にそういった形で、まあ、ジェフのこうアカデミーでプロの指導者の下でしっかりと指導を受けて育ててもらえることができましたけど、まあ、別にその中学校の部活でも成長できる子はいますし逆にそのいい環境に入ってもやっぱり伸び悩んでしまう子もいますしそこは本当に自分がどれだけ学ぶ意欲を持っていろんなことに対して、まあ、目を向けて耳を傾けて、はい、まあ、努力できるかと思いますし、まあ、そういった意味ではやっぱり中学生の年代というとやっぱりまだまだ子供だと思うのでやっぱりしっかりとした大人の言葉に対して耳を傾けることができるかっていうのはすごい大事なんじゃないかなっていうのは感じますけど、ね、大人の言葉に耳を傾けられる、はい、自分だけで考えない。そうですね。やっぱり自分がやりたいこともそうですし自分の考えっていうのはもちろんあるんですけどそれ以上に親が、見たり聞いたりまた指導者の人が考えたりしていることっていうのは非常にプラスになることが多いのでそういうことに対してまずはしっかりこう耳を傾けることができるかその中でここはちょっと違うなここはでもそうだなっていうふうに自分で判断できるようになるとまたその考え一つが全く違ったものになると思うので、まあ、そういう意味ではやはりこう真摯にこう耳を傾けるっていうことは、まあ、子どもの頃でも大事なのかなっていうのは感じます。なるほどね。お母さんはどんな方でどんなふうに支えてくれてました。いやもう母は本当にこう僕たち息子がサッカーやれるような環境を常に整えてくれてましたしサッカーやるために母もラーメン屋を手伝うっていうことも多くしていたので、まあ、常にその僕らは鍵っ子で学校から帰るときには首にこう鍵をぶら下げて、はい、家に帰って家に帰ったら、まあ、母が用意してくれていた、まあ、おやつとかを食べて
遊びに行ったり練習に行ったり、そういった意味では本当にこう、まあ、父もそうですし母もそうですし子供のために時間をかけてくれたなっていうのを感じるので、あれやれこれやれっていうのを言われたことは正直なくて、あ、そうですか、まあ、試合とか行ってもなんか例えば負けたシーンとか僕がフォワードで点を取れなかったシーンがあってもそのミスに対して何かを言うってことはなかったですね。はい、じゃあもう本当にこう支える、そうですね、導くという支えてサポートするという、はい、見守ってくれてましたね。でもやっぱりこうお父さんとお母さんとはご飯食べてるときとか、うん、まあ、会えるときには結構いろんなコミュニケーション取ってました。父も母も常にこう子供たちのためにっていう時間を割いてくれてるにもかかわらず、多分休みたい思いもあったと思うんですけど、例えば春休みだったらここ、夏休みだったらここっていう家族で常にどっか行くっていうことを休みの日にもしてくれてましたし、まあ、スキーとかキャンプとか本当にいろんな経験を子供の頃にさせてもらえたので、なんかそういった意味でもなんか家族と一緒に過ごす時間もサッカーの時間もそうですし、サッカー以外の時間も非常にまあ濃くあったなっていうのを感じます。北斗君のアンケートの中でも、はい、あの、まあ、中学校の先生に選択肢を持てるようにというような言葉がありますが、はい、あれはどういった思いですか。まあ、JFのアカデミーに入って中学校1年生を迎えるときに、中学校の部活ではなくて、まあ、プロの言ったら育成組織に入っていく、まあ、生徒に対して、はいはい、まあ、現実を与えてくれたなっていうのはすごいありますし、どちらかというと、まあ、すごいすごいっていうもてはやされるような立ち位置かもしれないですけど、一番最初に言われたのがサッカーうまいかもしれないけど、はい、他にうまい子なんかたくさんいると思うよって言われたんですよ。それ中学校の担任の先生、担任の先生に一番最初で、普通言わない側を選ぶからと思いますよね。そうですね、一番最初にそれを言われて、でも実際多分先生もいろんな子どもたちを見てきて、そういった部分でこう満足して成長をまあ止めてしまったっていうのを多分経験してきてるので、まあ、そういう風になってほしくないっていう思いもあったと思いますし、まあ、初対面でそういった言葉をかけられて、まあ、僕はえって思うよりも、もう確かにそうだなっていう思いもありましたし、でそこに対してその後先生がサッカーだけ頑張っていたらサッカーうまくいかなかった時に行きたい道に進めないから、サッカーだけじゃなくてやっぱり学校の授業も勉強もしっかり頑張って、例えば中学校卒業した時にじゃあそのままもうユースに上がれればいいし、もし上がれなかった時にその自分がサッカーの強い高校、行きたい高校にサッカーだけではなくて、あの、まあ、勉強授業に向き合っておかないとそういった選択肢を取れないよねっていう言葉をかけてもらって、選択肢が数多くある中から選べるのと、もう一つ二つしかない中から選ばなきゃいけないの、どっちがいいって言われた時に、本当に子供ながら、いやもうたくさんの中から選べる方がいいって思うわけじゃないですか。まあ、それを聞いてやっぱりもう中学校3年間はサッカーだけではなくて、しっかり勉強も授業もしっかりやって、もし本当に先生が言う通りにサッカーの方でうまく次の進路に進めなかった時に、勉強の方で行きたい子、サッカーの強い進路、自分の進みたい道に進めればなっていうのがあったので、多分一番勉強したあの中学校3年間でした。でもこれは結構心響く、ね、親御さん ね、そしてお子さんたち多いと思う、はい、ぜひ参考にしていただければと思います。さあ、皆さん、佐藤さんに様々お話伺ってきましたけども、いかがだったでしょうか。ぜひコメントもいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。感想もいただければ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。佐藤さんどうもありがとうございました。